ヒュー・マカロックは、アメリカ合衆国の政治家、実業家。エイブラハム・リン・カーン大統領とアンドリュー・ジョンソン大統領のもとで、第27代財務長官を、チェスター・アーサー大統領とグロバー、クリーブランド大統領のもとで、第36代財務長官を務めた。1808年、マカロックは、メイン州、ケネバンクで誕生した。マカロックは、ボーディン大学で教育を受け、 ロストンで法律を学んだ後、1833年にインディアナ州フォートウェインで弁護士として開業した。1835年、マカロックはインディアナ州立銀行法とウェイン支店の水悼係につき、間もなく支店長となった。そして1857年、マカロックはインディアナ州立銀行の頭取に就任した。マカロックは州立銀行の頭取として、 非常に有能な働きをした。1861年に成果支払い停止がなされた時、マカロックは合衆国におけるインディアナ州立銀行の地位向上を図るため、同銀行のすべての支店に対して金の購入を推奨した。当時の金はほんのわずかなプレミアムしかなかったが、南北戦争により金価格が高騰したことで、同銀行は大きな利潤を獲得した。 1863年、マカロックは、インディアナ州立銀行の頭取を辞任し、同年に新設された、通貨監督庁の初代長官に就任した。マカロックは、通貨監督庁の設立を定めた1862年の、国立銀行法制定に反対を表明していた、ために合衆国政府内部から批判の声が上がったが、当時のアメリカ合衆国財務長官サーモンチェイスの、 強い後押しにより就任に至った。マカロックは約22ヶ月間にわたって通貨監督庁長,長官を務め868の国立銀行を認可した。またマカロックは初代長官として銀行法の大規模な刷新を提唱し、その結果国立銀行システムの基盤となる1864年の国立銀行法が制定された。百六十五年、 通貨監督庁長,長官として既存の州法銀行に対して大きな影響力を持ったマカロックはその活躍を評価されエイブラハム・リンカーン大統領から第27代アメリカ合衆国財務長官に指名された当時のアメリカ合衆国では南北戦争の戦費を賄うための緑瀬紙幣が3度にわたって発行されておりそのためマカロックは就任直後からインフレーションに 直面することになった。マカロックは、緑世主兵について、経験上の諸法則にも、法的諸規制にも統制されていないものであると、考えた。そして、マカロックは、緑世主兵の発行額は、ただ単に政治的考慮に基づくものでしかなく、1862年の最初の緑世主兵発行は、意見的な権力行使であったとも考えた。 この見解は、緑瀬紙幣に対する正当派的な保守主義の考えであり、マカロックをはじめとする彼と親しい多くの銀行家が共通して抱いた見解でもあった。マカロックの財務長官としての考えは、1865年10月にフォートフェインで行われた演説で初めて提示された。この演説において、マカロックは南北戦争前の価値尺度を廃止したいと考える。 人々に対する抗議的発言を行った。そして、マカロックは、緑世主兵の廃止と、金本位制への復帰を提言した。マカロックの財政金融政策に関する公式見解は、1865年12月4日の年次報告で、具体的に示された。この報告において、マカロックは、は、成果打艦を再開するために、 緑ド紙幣を回収することを強く主張した。しかしながらこれは通貨の供給を減少させるものであったために戦後復興や西部開拓に努める人々からは不評を買った。マカロックが主張した緑ド紙幣の回収は1866年3月12日に資金調達法として議会を通過した。発行済みの緑ド紙幣は 約4億3100万ドルであったが、資金調達法施行後の半年間で回収された、緑瀬紙幣バッグは1000万ドルに満たなかった。その後も1ヶ月あたりの回収額は400万ドルにも満たなかったために、マカロックの政策のみならず資金調達法自体にも、批判の矛先が向けられ、1868年2月4日に、資金調達法の廃止が決議された。 マカロックは法定通貨としての貢献性を支持した最高裁判所の決定に失望し資金調達法の復活を主張した。その後、緑セ紙兵は1878年に未回収の約3億5000万ドルを通貨として高級的に流通させることに決定したが資金調達法の復活は以後40年にわたって政治的論争の的となった。ヒューマカロックマカロックは リンカーン大統領の後任のアンドリュー・ジョンソン、大統領の下でも継続して財務長官の任についた。マカロックは南北戦争での戦災の回収に努め、南部への連邦課税の再導入に慎重な立場を取る方針を継続した。そして1869年、マカロックはジョンソン大統領の任期満了に伴って退任した。財務長官退任後、 マカロックはイングランドへ渡り、1870年から1876年まで、ジェイクックと共に銀行経営に携わった。1884年10月、マカロックは、チェスター・アーサー大統領から、再び財務長官に指名された。マカロックは、第36代アメリカ合衆国財務長官に就任し、アーサー大統領の人気満了となる。 翌1885年3月までその任を務めた。マカロックは金によって裏付けされた通貨を支持し、銀貨鋳造は停止すべきであると主張した。1895年、マカロックはメリーランド州プリンスジョージズ軍ホリーヒルの自宅で死去した。遺体はワシントン DC のロッククリーク墓地に埋葬された。マカロックの生涯については自身の著書。 メンメジャーズ・オブ・ハーフ、エーセンチュリーで詳しく知ることができる。ありがとうございます。